はい,はい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 。はいついにこの時が来ましたね、皆さん。なんと5連勝でジャイアンツ首位というところでマジで気持ちいいっすね。鬼門って何すか鬼門って。<laughs> ちょっと調子乗りすぎかな。 てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れて,てください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたあ、カープ対ジャイアンツの試合解説の方をやっていきたいと思います。はいはい、もう気持ちいいっすね。マジで気持ちいいです。えー、今シーズン松田でずっと負けてるんですよね。確か4連敗かな。うん。で、相手の先発ピッチャーね、森下投手も、まあ7連敗かなんかしてるんかな。なんかずっと負けてるんですよ、とりあえず。うん。で、 まあもうずっと気持気持言われてるじゃないですか、松田って。僕がジャイアンツにいた時から、松田は本当やりにくいとかっていう風にね、一軍の選手とかも言ってましたし、まあ僕は実際経験したことないんで、なんとも言えないんですけど、でもやっぱりね、そういう球場とか、やっぱりそういう相手とかっていうのは、え一つぐらいはね、どこのチームもあるんじゃないかなっていう風に思うんですけど、そこでね、勝って、すごい良い,い勝利というかね、もう負けるかなって、正直思ったんですけど、なんか雰囲気的にね。 だけども、そこをね、あのー、ひっくり返してね、えー、しっかり勝てたっていうのは、今のジャイアンツのチーム力っていうところをすごく表してるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃあですね、えー、今日はですね、えー、まず、えー、なんだ。得点シーン、無理、<laughs> 振り返っていきまして、いつもやったように何噛んでんねんって話なんですけど、あの、得点シーン、えー、振り返っていきまして、で、 えー、打順ね。えー、前日からの打順をお、まあどういう風に変わってるのか、スタメンっていうところをね、えー、両チーム見ていきまして、で、僕があ気になったところをできるだけわかりやすくね、えー、配球のチャートなんかも今日使いながらね。 あの、見ていきたいと思います。今日はね、やっぱりね、あの、言うの忘れてましたけどね、あの、言う、言うの忘れんなってことなんですけど、忘れるなっていうところはあるんですけど、まあ、やっぱ岡本選手ね、やっぱ岡本選手大きかったと思います。4番の仕事ね、えー、してくれたというもう一言に尽きるんですけども、非常にね、いい打撃をしてくれたんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ、まず得点シーンをね、えー、振り返っていきたいと思います。この辺にね、僕のこの辺に、えー、スコアボードを出してね、えー、見ていきたいと思います。 まずですね、先制されたんですね、えー、広島に。地獄じゃないですか。鬼門とか言われてなんか先制されるの地獄じゃないですか、今日ね。あの、ワンアウト1、3塁から秋山選手のこれ、犠牲フライね。うん。まあ、佐々木選手もどこ投げてんねんって話なんですけど、うん、まあ、エラーなんかも絡まってね、えー、豆口選手のエラーもあって、まあ、点取られるっていうところで、最悪のね、点の取られ方してるんですよね、実はね。うん。 で、後で詳しく見ていきます。で、えー、4回表ね、1アウト1、3塁から若本選手のホームラン。これね、えー、森下選手もね、え、これ入んのみたいな感じの顔されてたんで、まあ、やっぱりね、パワーあるんでね、あの、逆方向でも全然入るんでね、ああいう打撃をしてったら、率もね、もっと上がっていくんじゃないかなと思うし、今日のね、感じ、え、打席の、ね、中の感じ方を見ると、非常にね、打球方向っていうところはいいなっていうふうに思ったんで、 ここからね、えー、上がってくるんじゃないかなっていう、ああいう打撃を、えー、意識がね、できてたら、あ引っ張ったあ打球もね、打球がどんどん上がっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、6回裏ですね、ワンナウト3塁から小園選手のショートゴロ。やっぱりこういうね、内野が後ろにいる時っていうのはきっちりやってくるよね、広島っていうのは野球をね。うん、そこがね、やっぱ強い秘訣だと思います。 で、7回裏ですね、2アウト3塁から上本選手のライト前ヒットというところで、これでも執念よね。もう、インサイド投げてこうへんっていうの分かってるからね。だからもう、もう死に物狂いで売ってるようなヒットなんでね、もう僕そういうね、野球大好きなんですよ、実は。あ僕、広島のね、野球大好きなんですよ。僕 <laughs>、ジャイアンツファンなんですけど、広島の野球はね、僕すごく好きなんですよね。で、8回表で,ですね、ここ大きかったっすね。1アウト23塁から岡本選手の、まあ、犠牲フライ。 で、ここで1点で終わるかなと思ってたら、2アウト3塁で、角キ選手がね、ライトマンヒットをしっかり打ってくれたっていうところは、あの、ま、いろいろね、賛否ありますと、小川持選手と勝負したとかね、ま、いろいろあると思うんだけど、やはりやれ、やれ、やられっぱなしだよね、えー、なかなか終われないというふうに、えー、やっぱ、あの、シーズン長いんでね、そういうふうに感じてると思うし、やはり2アウト3塁でね、しっかりお掃除というか、ああ、ランナーを、 3塁のね、ランナーを返せた、角脇選手のバッティングっていうのは、非常に今日の伊豆口選手のまあエラーもありましたし、そういったところで、また角脇選手が出場するところもね、増えていくんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあですね、えー、前日からのスタメンの変更点などを両チーム見ていきたいと思います。この辺あたりにね、僕の顔のあたりに <laughs> 画像出しながら見ていきたいと思うんですけども、まずカープですね、 カープはですね、前日ね、昨日が休みなんで、7日中日戦の時から結構変わってるんですよね。今日の打順で言ったら、1番センター秋山選手、2番ショート矢野選手、3番ライト野間選手、4番サード小園選手、5番ファースト坂倉選手、6番レフト大森選手、7番セカンド菊池選手、8番キャッチャー相沢選手、9番ピッチャー森下選手という風になってるんですけど、前日から結構変わってましてね、 7日の時はですね、レフトに中村翔聖選手入ってるんですけども、今日は大森選手が入ってると。で、ライトにも二股選手かなが入ってるんですけど今日は野間選手。で、キャッチャー、この間は石原選手が出てたんですけども、今日は相澤選手が出てて、この間はファースト、堂林選手も出てたんですけども、今日は坂倉選手が出てますと。 で、えー、ショートね、矢野選手、うこの間は7番という打順だったんですけども、今日は2番に上がっておりますと。で、8番はあ菊池選手だったんですけども、この間、今日も、お今日は7番に上がってます。で、えー、この間は玉村投手だったんですけども、今日は森下投手というところで、えー、結構ね、オーダーの変更がね、えー、すごく、うあったんじゃないかなっていうふうに思います。で、えー、対するジャイアンツはですね、今日のスタメンですね、1番ライト丸選手、2番セカンド吉川選手、3番 センター、ヘルナンデス選手。4番、サード、岡本選手。5番、ファースト、大塩選手。6番、キャッチャー、岸田選手。7番、ショート、泉口選手。8番、レフト、佐々木選手。9番、ピッチャー、山崎、投手。というふうになってるんですけども、7日のヤクルト戦からするとですね、 伊豆口選手が6番打ってたんですけども、今日は7番に入ってまして、で、キャッチャー、この間小林選手が入ってたんですが、今日は、あまあ山崎より投手というところで、えー、岸田選手がね、えー、6番に入っております。で、ピッチャー、この間菅野さんだったんで、えー、今日はね、山崎より投手というところで、えー、まあね、えー、もう定番化しつつあるのかなっていうふうに思いますし、うん。そういったところで、えー、岸田選手が入るときは、あ6番に入って、みたいな。 小林選手が入るときは7番あたりに入る。みたいなのが確立してるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところをしっかりね、わかりやすく、できるだけ面白くやっていきたいと思います。今日はですね、岡本選手の打席の時に配球のチャートを使いながらね、見ていきたいと思います。はい、まずですね、3回表までのね、両チームの森下投手と山崎より投手っていうのは素晴らしいピッチングしてたんですよね。 えー、3回表まで、えー、両チームノーヒットという形になってました。で、点が入ったのはね、3回裏ですね。ここ、先ほど言いましたように、エラーとね、えー、ミスが重なったという回になりますと。1アウトから相澤選手がレフト前ヒット打ちますと。これ、うまく打ちましたよね、低めのボールね。で、1アウト1塁から森下選手、バスターというところで、えー、ショートゴロを打ったんですけども、あの、2浴煙でね、ショートゴロだったんですけども、 まあ、井口選手がね、ちょっとまあ、バウンドが変わったんだと思うんですけども、まあ、エラーをしてしまって、えー H 類1、1、3塁、1アウト、1、3塁という場面を作られてしまうと。まあ、ちょっと嫌な感じですよね。で、1アウト、1、3塁から秋山選手、これ、ライ、えー、レフトフライというところで、これね、あのー、もう完璧犠牲フライを打ちに行ってるんですよ。マジで。うん。アウトコースのボール、アウトコースの配球が中心だったんですけど、 え、非常にね、引っ張りに行くことなく、逆方向に打つというところで、フライ打ち上げたいときって、逆方向を狙うと、結構フライって上がりやすいんですよ。で、あの、バッテリーからしたら、最後の外のスライダー行ったんですけど、それも引っ掛けて、セカンドゴロとか打ってほしいんですけど、それをね、バットをこう、返したらセカンドゴロになるんだけど、これバット返さずにそのままポーンって前に、え、突き出していくような形で打ったんで、 えー、レフトフライというところで、えー、犠牲フライになるんですけども、これも佐々木選手もね、ちょっとね、早球それすぎやね。うん、普通に。えー、ランナーがね、相澤選手なんで足はそんなに速くないというところで、えー、まあ一人で投げてほしいですけども、まあ、しっかりラインさえ合わせといたら、多分アウト取れたと思うんだよね。うん。だけども、ここで、にそれ方が、えげつないそれ方してたんで、ちょっとこれはね、えー、伊豆口、佐々木、これはいただけがないかな、っていうふうに思います。 はい。でですね、次4回表ですね、この回ね、3点入る回ですけどもね、えー、振り返っていきたいと思います。ワンアウトから吉川選手ね、センター前ヒット。うん、で、ヘルナンデス選手も、ライト前ヒット。このヘルナンデスのヒットもね、これね、ストレートボールになってカットボールをファール打つんですよ。で、えー、チェンジアップでね、空振りされる、空振りするんですよ。で、めちゃくちゃ抜かれてるんですよ。抜かれてるっていうのはタイミングが合ってないんですよ。で、裏書いてこれまっすぐ行ったんですよ。うん。で、それでファール打って、 で、最後、カットボールを、まあ、ちょこんとうまい感じで打つっていうところで、やっぱりね、これヘルナンデスの体力、対応力、えぐいね。うん。普通だったら、チェンジアップあの空振りしたら、あの、バッターって、あ、やばい、チェンジアップ、やばいなって、空振りしてしまうな、もう一回っていう風に思って、比重が高まるんよ。だけども、そこでね、裏書いてまっすぐ来てるやつを、それをポイント後ろにしてファール打ってるんよ。で、それで、もう一丁、チェンジアップ来るかなっていう風な時に、カットボール、速い変化球来たんだけど、それをうまいこと打ってるっていうところで、 これ素晴らしいね、このヒットね。うん。で、ワンアウト1、3塁で岡本選手のホームラン。これちょっとね、この辺に、えー、出したいと思うんですけど、まあ結局、まあストレートがボールになって、ストレート、うん、あ、スライダーか。スライダーの甘めのボールをホームラン打ったんだけど、まあその、ままあ、確かに甘かったよ。甘かったけど、でもやっぱりこれ方向がいいよね。ライトにしっかり打ちに行ってるというところで、 あの、僕もね、初めね、ライトぐらいかなと思ったんだけど、それが入るというところで、あれで入るんだったら、カズバ、あのバッティングでええやんって、レフトに打たんでええやんっていうぐらい、えげつないバッティングなんでね。やっぱり、えー、そういう打球方向っていうのも気をつけながらやっていくと、すごくね、打球が上がりやすくて、まあ、岡本選手のパワーがあれば、すごくもっとホームランが量産できるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃあですね、えっと、 次ですね。ああ、そうか。え、ここもキーンやったんですよね。ワンアウト満塁その後作るんですよ。これね、えー、フォアボール挟んでね、連打、5連打か。1、2、3、4、5連打あるんですよ。伊豆口選手かもね。岸田選手、伊豆口選手も打って、フォアボール、大城さんのフォアボール挟んで5連打なんですよね、この回ね。まあちょっと、打たれてるのは全部変化球なんかなうん、っていうのがあるんで、ちょっと変化球を高めに打てたなっていう感じでした、この回はね。で、これワンアウト満塁で、佐々木選手がこれレフトフライ打つんですよ。で、 えー、レフト相手ね、大森選手で、ね、先ほど、佐々木選手の送球がめっちゃ揃えたじゃないですか。で、実は、あの打球と、あんまりね、距離的には変わってないんですよ。だけども、 大城選手と、大城選手が3塁ランナーで、さっきの場面は、相澤選手が3塁ランナーじゃないですか。で、足の速さで言ったら、あまりどっちも変わらないと思うんですよね。だから、あのー、まあ、大森選手の送球とかもあ,りあるけども、さ先ほどの佐々木選手の送球も、やっぱりラインさえ合ってたら、この佐々木選手の犠牲フライにならなかったように、アウト取れたと思うんだよね。だからそういう、えー、まあ、打った、打たないとかは結構目立ち、 目立つじゃないですか。だけども、やっぱり守備の、なんかその、最低限のところというか、やっぱり、泉口選手のエラーもそうだったけれど、やっぱり、そういったところ、100%できるところっていうのは、やっぱりやってほしいなっていうのは、監督もそういう思いはあるんじゃないかなっていうふうに思います。 で、これ、タッチアップしたんだけど、ホームでアウトになってしまうというところで、えー、先ほど、えー、佐々木はそれてたけども、大森はきっちりラインを守って、えー、アウトにしたっていうところで、ここもね、ちょっとなんか嫌な感じというか、対比というかね、うん。なんか広島がうまくいってるなっていう感じは、この時点でもやっぱしてるんですよね、うん。で、えー、4回裏ですね、この回ちょっと危なかったね、ほんま危なかった。点取った後の回で、やっぱしっかり0点で抑えていきたいっていう、いより頼むでっていうところの回なんですけど、 いきなり先頭あったらファーボール出すんですよね。えー、ちょっとやばいじゃないですか。<laughs> で、ノアウト1塁で坂倉選手、えー、レフトフライ打ち取るんだけど、ワンアウト1塁から大森選手をまたファーボール出すんですよ。ちょっとこれいただけないなっていう感じ。うん。この回に入って、シュートという球種を結構つか使ってたんだけど、えー、シュートがね、あんまりコントロールできてないんですよね。うん。で、ワンアウト1塁で菊池選手、これもいやらしいよね。で、えー、やばいかなっていうふうに思ってたんですけど、ここをね、ストレート3球いったんですよね。うんで、 えー、まあやはりね、シュートっていうのが入ってなくて変化球がちょっとね、どうなのっていうところあったんで、もうこれ開き直ってまっすぐやっていうところで、まっすぐ391.643、ね、のダブルプレー取るんですよね。ここめちゃくちゃでかいっすね、今日の試合で言うと。あこの後、この点取った後にすぐね、行かれてたら、多分僕今日負けてたと思うんですよ。だけど、ここでファーボール2つ出しながらも、ここでゲッツーで取れた。最高の場面でゲッツー取れたっていうところは、本当にね、今日はね、月がね、えー、ジャイアンツにあったんじゃないかなって思います。 で、次、6回裏ですね。えー、っと、この回もですね、点取られてしまう回なんですけど、僕ね、先ほど言ったじゃないですか、広島の野球大好きだよっていう,いう風に言ったじゃないですか。これの、えー、理由がね、ここなんですよね。えー、先頭の矢野選手がね、これね、ファーストの強襲の、まあ、二塁で打つんですよ。で、ノーアウト二塁でノーマ選手がセカンドゴール打つんだけど、これね、まあ、全体的に言えることなんだけど、ランナー二塁とか、ランナー三塁の時の、あのー、広島のバッティング、 徹底力っていうのはえぐいね。えぐい。まあそのホームランバッターとかがあんまりいないっていうのもあるんだけど、この徹底力、右打ちをしたりとか、内野が後ろ下がってたら絶対ゴローは確実に打ちに来る、打ちに来るとか、そういったところのチームバッティングの精度っていうのは、間違いなく僕12球団というか、パリーグはあんまり試合見てないんだけど、セリーグで言ったら余裕でナンバーワンやね。うん、素晴らしい。で、この野間選手もランナー2塁でセカンドゴロー打つんですよ。これも全部外の配球なのよ。 うち、打たしたくないから、せ、あの、右方向にね。だけどももう、ヘッドバーン返して、セカンドゴルー打ちに行くの、これもうさすがやなと思うよね。で、ワンナウト3塁で小園選手もね、これショートゴール打つんだけど、これ内野後ろ下がってるんですよ。先ほど言ったように、内野後ろ下がってる時に、ポップフライパーンって打ち上げたりとか、内野フライとか、三振するバッターって、あんま良くないんだけど、やっぱこういう広島のこの徹底力ね、4番のこの小園選手が、やっぱきっちりやってくるから、やっぱ着実にね、点は取れてるなっていうの、ありますと。 で、これ7回表ってね、えー、2アウトからこれ佐々木選手ね、8番の佐々木選手がこれレフトマヒット打ったんですけど、これね、めちゃ実は大きかったんですよね。これ、ここの回に9番の山崎頼利投手まで回せたっていうのはマジで出があったんですよね。次のイニングの2点に繋がってたと思いますね。はい。で、7回裏ですね、これね、また死に物狂いで広島が手を取ってくるという回なんですけど、同点にしてくるっていうところなんですけど、これほんまにね、いやらしいよね。 ノーアウトから、大森選手、これね、ライトイヒットね。これも、まあ、フォークボール、2ストライクからね、フォークボールを3球続けて、まあ、最後浮いてしまって、レフト、あ、ライト前ヒットっていうところで、まあ、ちょっとコントロール密かなっていう感じ。うん、ちょっと、いよいよちょっときつくなってきたかなっていう感じですよね。 で、ノーアウト一塁で、菊池選手バント成功というところ。で、ワンアウト二塁で、ここでピッチャースイッチというところ。これは、えっと、まあ、ちょっと変えるの遅かったかなっていう感じはあったけども、やはり、先ほどの大森選手のこの、あの、ライトマーヒットの感じで言うと、ちょっとフォークが浮いてきてるなっていう感じがあったんで、そこは、まあ、えー、ランナー二塁での、おぉ、系統っていうのは、まあ、まあ、正解かなっていうふうに思います。 で、えー、ピンチヒッターね、ここで田中選手出てくるんですけど、これも、ファーストゴール打つんですけど、これもね、完璧に右方向に打ちに行ってるんよね。すごいよね、これね。で、ここ、ツーアウト3塁でピンチヒッター、これ、上本選手ね。これね、まあこれ、ツーアウト3塁で、ケラー投手って、まあ基本的に、まあ、岸田選手の構えとか見ててもわかるんだけど、やっぱり、あんまりコース、コースによらないよね。寄らないから、どっちかっていうと、高めか低めかみたいなところあるじゃないですか。だから、上本選手もそれわかってるから、インサイドに来る、 来へんやろって思ってるんですよ。まあ、来ても多分コントロールミスで抜けたボールしか来ないから、基本的に真ん中高めか、外寄りの球だろうっていう風に貼ってるんですよね。で、ストレートで1球ストライク取って、で、次もストレート行ったんですけど、これアウトコースの球なんですよ。で、まあ、ストライクっちゃストライクなんだけども、これもね、もうアウトコースに来るって分かってるから、うん。まあ 真ん中か。真ん中高めか。外ぐらいやろ。っていうふうに思ってるから。インサイドはないって分かってるから。これね、うちに行ってね、もう、死に物ぐらいうち、ってうちに行ってるんよ。これも素晴らしいね。だから僕、広島の野球好きなのよ。こういうね、頭使った野球というか、パワーはないかもしれないけど、こういう、なんて言うんだろう。点を取るために、貪欲みたいなところがすごく僕好きなんですよね。 いいバッティングでしたね。で、ここで3対3に追いつかれるというところで、まあ、これもジャイアンツファンの皆さんね、ああ、もうやばいなって、今日逆転負けというか、ここからまた負けるやなっていうふうに思ってたと思うんですけど、ここで勝ち切れたのは、これ8回表の攻撃ね。これ島内投手出てきて、キャッチャーも坂倉選手に変わってますと。で、えー、吉川選手、ワンアウトから、あの、これライトイヒットね。これね、島内投手も球めっちゃ速いんですよ。で、多分、高めに投げてたら多分バッター打てないんですよ。だけども、これね、 この吉川選手のこれライド前ヒットも低めに来てるんよ。低めに来たらバットとボールの距離が取れるんで打ちやすいんですよ。逆に高め来たら距離が取れないからポップぐらいとかなるんですよ。だけども低め来たらバットがこう通る道が長いんでだから打ちやすいんですよね。も早い、早いんだけど低めに来ると結構打ちやすいんですよ。で、ワンナーで1塁からこれヘルナンです。これツーベース打つんだ、打つんですけどこれもね、面白くて ストレート1球ね、インサイドボール行って、で、ストレートでファール打って、で、チェンジアップで空振りするんですね。うん。で、またさっきみたいに、先ほど言ったじゃないですか、えー、森下選手の時もチェンジアップ空振りするんですよ。で、チェンジアップも次ファール打つんですよ。うん。で、ちょっとあってきたかなっていう感じはあって、 九州変えるかなと思ったんですけど、チェンジアップもう一応行ったんですよね。で、それでそれうまいこと打って、えー、ヘルナンデス2ベース打つんですけど、まあこれね、どんどんチェンジアップが、あのー、甘くなってったっていうところがあったんで、ちょっとね、えー、島内投手からしたらコントロールミスだなって思います。で僕、気になったところはね、これでね、レフトの大森選手のポジショニングなんですけど、これね、普通で言ったら3対3じゃないですか。で、ワンアウト1塁っていう場面で、多分、外野手は後ろだと思うんですよね。ヘルナンデスだし。うん。だけども、多分定位置ぐらいに守ってたんですよ。で、 レフト戦に行ったんだけど、これ大森選手が足早いからね、あのー、なんとかこう止めれて、えー、スライディングで止めて、えー、二三塁で止め、止めれたんだけど、これね、多分外野手がもうちょう後ろ守ってたら、多分もっと楽に、えー、取れたと思うんで、なんでポジショニングが定位置だったんだかなって、て後ろで良かったんじゃないかな、と思うんですけど、まあ、大森選手が、まあ、うまいことね、止めれたんで良かったですけど、 うん。なんでだろうって。なんで定位置で守ってたんかなっていうふうにはね、ちょっと疑問に思いました。で、ここですよね。ワンアウト2、3塁で、岡本選手。まあ、これちょっとね、えー、配球のチャート見ていきたいんですけど、もうこれもね、結局ストレートファールって、ストレートをね、えー、逆方向にこれライトフライ打って犠牲フライというところなんですけど、先ほどのホームランもそうですけども、やっぱり逆方向にね、え意識あると打球上がりやすいんですよ。で、これも、岡本選手ね、さっき、えー、まあ、ホームラン打ってるんで、 やっぱ次もね、きっちり3対3というところであの、あの、絶対ランナーは返したいっていうところで、間違いなくね、犠牲フライを打ちに行ったわけではないんだけど、基本的にゾーンを上げてね、えー、犠牲フライを最低限でも打てるような待ち方をできたんじゃないかなっていうふうに思います。で、これやっぱ素晴らしいよね。ここがね、えー 4番の仕事だなーっていうふうに、スリーランだけで終わらないっていうところが素晴らしかったなーっていうふうに思いました。はい。でですね、えっと、ここもでか、でかかったっすね。2アウト3塁で、カドバキ選手でね、あ、あのー、まあ、ね、1アウト3塁とかだったら、セーフティースクイズとか、あの、今の調子だったらあるんかなとっていうふうに思うんですけど、やっぱ2アウト3塁っていうところで、まあ、まあ、異表使いのセーフティーバント以外は、もうほとんどまあ、打って点取るしかないところでね、ここできっちりね、 あのー、ライトマイヒット打てたんっていうところが、この、門脇選手のね、今の立ち位置もありますし、非常にね、えー、価値あるヒットだったなっていうふうに僕は思います。でですね、えー、まあ7回裏から、7回裏の途中から高梨さんが投げててね、で、この8回裏も、あの、系投というかね、系投せずにそのまま高梨さんね、替またぎで行くんですよ。で、 え、ふた選手フォアボールで、野間選手空振り三振で、ワンアウト一流から小園選手をライトフライ打ち取って、えー、その後にバルドナードが行くんですけど、これもね、買いまたぎでね、すごくしんどい中ね、高梨さんがこう頑張ってくれてるっていうのはね、まじで大きいと思います。去年からね、すごい使われ方というか、まあそのいろんな使われ方してますけども、こういう買いまたぎとかも普通に何も言わずにね、普通にやってくれてるこの高梨さんの存在っていうのはマジで,でかいなっていうふうに僕思います。で、 えー、ワンアウト、おぉ、ちツーアウト一塁から、えー、坂倉選手のところにバルドナード投入するんですよね。これは多分データを見たのか、まあ、安倍監督のこのキャッチャーのね、えー、勘なのかわからないですけども、そこでね、あの、バルドナード選手、まあ、これ高梨そのまま行っていいんじゃないかみたいなところもあったかもしれないですけど、ここできっちりね、坂倉選手の時にバルドナードを当てるんですよ、一人だけにね。 で、しっかりこれセカンドボールを打ち取って、えー、継投成功というところで、これもね、素晴らしい、はい、あの、系投だったんじゃないかなっていうふうに思います。で、最後、おまあ、9回裏ですね、大勢投手がね、えー、まあ、2点差というところでね、えー、やっぱり1点差で投げるのと2点差で投げるの、やっぱ心理的にはね、えー、ところは違いと思いますから、そこでね、しっかりね、えー、3人でピシャリと抑えてくれたんで、非常にね、えー、広島からしてもランナー出したりとかね、してたら、ちょっとやっぱり、大勢まだいけるなっていう、大勢が出てきてもいけるなっていう雰囲気、えー、 明日以降にも続くんですけど、そこをしっかりね。3人で抑えられたっていうところは体制にとっても良かったと思うし、これからのね。ジャイアンツにとっても非常に良かったんじゃないかなっていう風に思いました。はい、そんな感じでね。今日はね。素晴らしい。勝利というか、あのマツダで。 広島で、ああ、この点の取られ方、負けるなっていうふうに僕も思ってたんですけど、これをね、えー、しっかり勝てたっていうのは、本当にまあ、いろんな要因ありますけども、今日はやっぱり岡本選手のバッティングっていうところが非常に大きかったんじゃないかなというふうに思うし、これ、こういうバッティングができてたらね、状態どんどん上がっていくと思うので、ね、えー、引き続きね、えー、こういうバッティング、意識しながらですね、えー、巨人の4番をね、えー、務めていってほしいなというふうに思います。はい、そんな感じで今日は終ってきます。いつもありがとうございます。 これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお会いできます。じゃあバイバイ。